富士山の4合目付近の林道で広範囲にわたり地面が陥没しているのが見つかった問題で、現場に ANN のカメラが入りました。一体富士山に何が起こっているのでしょうか。取材カメラは今朝、山梨県の担当者とともに亀裂の現場に入った。富士山で何が起きているのだろうか。道路全体がハンマーで叩き割られたような跡が残っています。またコンクリート自体もこのように30センチほど盛り上がってしまい、こうやって土がむき出しになってしまっています。断続的ではあるが、生じた亀裂は300メートルもの範囲にわたっている。ここは滝沢林道の標高およそ1800メートルの地点。私は今亀裂の中に立っているんですが、こちらの場所で幅が1メートル以上、深さは1メーター20センチとなっています。亀裂にはある特徴があった。舗装の下にあったはずの土がなくなり空洞が生じ、上のアスファルトが落ち込むことで舗装が割れてしまったように見える。土を運び去ったものは何なのか。実は富士山周辺での奇妙な現象はこれだけではなかった。山梨県河口湖です。この六角洞は本来この湖に離れ小島のようにして浮かんでいるはずなんですが、水位が極端に低下したために今は歩いて渡れるようになってしまいました。富士五湖の一つ河口湖で起こっているのは水位の低下。通常より1メートル以上も湖面が下がってしまい、漁業そして遊覧船のコース変更など影響が出ている。これほど急激な下がり方はなかった。さらに富士山では去年数十メートルの亀裂が見つかっていた。見えたのは ここからすぐそこだから、まあ僕が認識しているのは 5,6 メーターぐらいの。この時亀裂の原因とされたのは、おととし3月15日に発生した静岡県東部を震源とする地震だった。今回林道に生じた亀裂の原因は一体何なのか。担当者は富士山特有の寒さの影響を指摘する。地面の凍結とその溶けるということ、これを繰り返していくわけですね。でそのことによって舗装は上げて下げてというようなことを繰り返すことによって舗装が傷む、あるいは中に氷の結晶だり氷の塊というものができて、それが空洞を作ってしまうということがあります。さらに雨水が舗装の下に入り込み土を掘り下げることもあるという。だが湖の水位そして亀裂と立て続けに起こる現地では、富士山が噴火するって今予兆がすごい騒がれてるじゃないですか、はい、富士山噴火の前兆ですか。専門家はこの異変と富士山の活動との関連性はないと指摘する。地下の深いところからマグマが上がってきますとですね、山が膨らむとかですね、距離が伸びるとかですね、そういったことが観測されると思われます。 GPS のそういう連続観測でも火山活動とみられる地殻変動というのは認められて今おりません。